ブンブン、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回はファーウェイがなぜ危険なのかについてご紹介したいと思います。ここ最近話題になっているファーウェイのハードウェアの中に余計なものが見つかったという報道や、スパイウェアのようなウイルスが仕込まれているといった報道は、どちらかというと根拠のない話で、これらの報道はファーウェイの危険性とはあまり関係のないものです。では、そもそもファーウェイの何が危険なのかということですが、一言で言うと中国政府とのつながりです。中国政府は1980年代初頭に諜報活動を行う目的で情報ネットワーク関連の会社を4社立ち上げました。現在ではその4社のうち2つの会社はなくなり、残っているあと2つの会社が ZTE とファーウェイになります。当初の計画通り2つの会社は急成長し、それぞれ通信機器を販売することによって世界各国に入り込んでいます。ですので、もし中国とそれらの国々が戦争になった場合、外部から攻撃するまでもなく、それら国々の中に入り込んでいるファーウェイや ZTE からサイバー攻撃を仕掛けられる体制が整っているということを意味します。アメリカをはじめ各国がファーウェイや ZTE を排除しようとする動きは、そういったサイバー攻撃のリスクを避けるためというのが最も大きな理由かと思います。ただ、アメリカ政府もファーウェイと中国政府とのつながりについて完全に把握しているわけではありません。こういった事情に最も詳しいのが中国政府の関係者ですが、さすがに中国政府からそういった情報を聞き出すことはできないため、残る手段としてはファーウェイの幹部から聞き出すということになります。今月上旬、カナダのバンクーバーでファーウェイの CFO が逮捕されました。逮捕はカナダで行われましたが、この逮捕の裏にはアメリカ政府が関わっていると言われています。ここまでの説明でなんとなくつながりが分かってきたかと思いますが、今回のファーウェイの CFO 逮捕の本当の理由とは、中国政府とファーウェイとのつながりをアメリカ政府が調査するためというのが大きな理由かと思います。ただ、現在ファーウェイの CFO はカナダにおり、アメリカ政府への身柄引き渡しは行われていません。現在、中国ではカナダ人が4人根拠のない理由で逮捕されています。カナダ人の人質を取ってまでカナダ政府からアメリカ政府へのファーウェイ CFO の身柄引き渡しを妨害しようとしているところからわかる通り、現在中国政府もファーウェイと中国政府のつながりがアメリカ政府に漏れるのをかなり警戒しているようです。ということで、ファーウェイの何が悪いのかということですが、現時点でファーウェイが何か悪いことをしているというわけではありませんが、政治的な理由から悪者に仕立てられているといった要素が強いかと思います。このファーウェイの件について、今後も何か新しい情報がありましたら別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。